はい、今回はですね、今ね、猛州のアトランティスに来てるんですけど、まあ、つい先日ね、正月のイベントでミキサー大帝が登場して、あと極州のゴールドマン来たんですけど、この2体って、要はアビリティ見ればね、この猛州アトランティスの適性に入ってくるんで、で、まあ、絆枠としてね、使えるかどうかっていうことですよね。何回か実は使ってるんですけどね、まあ、やっぱりね、まあ、ちょっと使いながら行きましょうか。まあ、やっぱりね、使い慣れてるってこともあるせいか、ネメシスがね、まあ強いですよね。ネメシスって普通に絆枠にとどまらず、普通になんかね、戦力として使えるっていうのもあるんで、まあそれにね、どういう風に食い込むかってことですよね。まあまだ自分もそうなんだけど、ネメシスを絆マックスにしてない場合は、やっぱミキサー大帝とかが、一つの候補にはなってくるとは思うんですよね。他にも、まあ、絆枠になりうるキャラっていうのはたくさんいると思うんですけど、まあ、今回はこのね、3体に絞ってちょっとやっていこうかなと思います。ちなみに僕ね、前はね、かき氷のトロピカルのね、マウンテン使ってました。あいつもまあね、まあまあ、いけるんだけど、その代わり落雷耐性持ってね、ちょっと、面倒なところがあったかな。やっぱ落雷耐性持ってるとここすごい弾きやすいんですよね。まあ一応ね、ダイジェストな感じでね、どっか活躍してるね、ところがあればね、やっていこうかなとは思うんですけど。まあ友情もね、密着してれば結構強いんですよね、ゴールドマン。だゴールドマンに関しては、本当に、アビリティも文句ないし、あとは必殺技もね、強いんで、ね、友情次第だと思いますね。やっぱり。友情がうまいことハマれば、まあ、使っててね、あ、いいなと思えれば、結構、絆枠としても入ってくるんじゃないですかね。ミキサー大帝の友情はド派手なんだけどね。ド派手なんだけど、そんなに、強いわけじゃない。ま、これも何回かお話ししますけど、ミキサー大帝の役割はもう本当に回復役ですよね。ま、そこそこダメージも与えれるのかな、こうやって見てると。ドクロープブースト持ってるっていうのもあるんでね、ゴールドマンは。そこをうまく使っていきたいとこですよね。一応2体ともね、ゴールドマンはね、絆マックス。フレの方のやつも、絆マックスですね。あー、どうしようかな、これ。このドクロープブーストは結構強えなとは思いますね。まあ、この辺ってひっきりなしにね、ドクロープが出てくるんで、そういう点ではゴールドマンも良さげな感じはしますけどね。ミキサー大帝やっぱこいつですよね。このね、ミキサーおみくじがね、ミキサーおみくじミキサーくじミキサーくじが非常になかなか強いんじゃないか。強いっていうかね、役に立つかと思いますね。やっぱ友情ハマると、まあ結構ダメージ与えれますよね、この友情。当たらないとなかなかちょっとね、あれなんですけど。まあみんな落雷持ちなんで、ここは結構やりやすいかなとは思うんですよね。
まあ、ちょうどいいところに来たな。ブーストかけながら。ちょっとずれたか。ちょっとずれたね。この位置にいるとゴールドマンの友情は当たらないかな。とにかくここは直殴りだよな、ゴールドマン。さて、ここでちょっとね、ブーストかけながら縦勘ですね。なかなかちょっと難しい。こういうの苦手。こんな感じ？こんな感じいいかな。よっ。ちょっとずれたね。まあ、でもなかなかのダメージ入ったんじゃないですか。ちょっとずれたね。まあでも強いですよね。あのギミックは無視できちゃうんで。まあどうしようかな。こっちに打ってもらおうか。ちょっと今回はね、ネメシスは主役じゃないんでね。横で行きたかったけどね。これ縦で行かないといけないんで。横で行けそうな感じはするけどね。ちょっとまたちょっと縦で行ってみるか。いけるか？お、いけたね。まあ、強いですよね。まあ、だから最後のフィニッシャーとしてはすごい優秀なんじゃないかなとは。思いますね。はい、じゃあちょっとここで必殺、ここで吹っ飛ばすとどんな風になるかって感じですよね。いい位置に来たんでね。まあ3体巻き込めるんだけど、これが良くなるか悪くなるかは分からんけどね。配置を多分変わると思う。あんまり変わんなかったか。なるほど。はい、まあ今回ね、ご覧のように猛獣アトランティスで使ってみたんですけど、まあこのゴールドマンも絆マックスにしていれば結構絆枠に入れてもいいんじゃないかなと思える性能ですね。まあ申し分ないかなと思います。特に必殺技とかは使っていてすごく楽しいかなと思ったんで、好みの問題になると思いますけどね。結構やっぱりネメシスをすでに絆マックスされてる場合はもうネメシスでいいよみたいな、ちょっとまあゴールドマン入れてみようかなみたいな時に使うくらいになっちゃうかもしれないですけど、それでもやっぱりね、最後の、必殺技はすごい使ってて爽快なんでね、うん、まあいいんじゃないかなとは思いますね。あと、まあ一番手っ取り早く絆マックスにできるのがミキサー大帝なんで、ミキサー大帝は火力に関してはね、そんな
ないんですけれども、その分回復してくれるんで、まあだから人によって何を求めるかによりますよね。やっぱ回復で安定したいっていう方はミキサー叩いて入れるのも OK ですし、まあちょっと必殺技でね、爽快な気分になりたいっていう場合はね、ゴールドマン。友情もだから自分なかなかうまくできなかったんだけど、やっぱ友情も密着してれば結構なダメージソースになると思うんでね、その辺はやっぱり、人の好み、人それぞれ好みになってくるかなと思いますね。ではまたちょっとね、いろんなところに挑戦していこうかなと思います。この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。